ブロークンヒル、ブロークンヒル、ブロークンヒルは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州西端のアウトバックにある工業都市である。かつて世界最大の埋蔵量を誇った銀、亜鉛、円光床を背景に映画を埋めたが、屈削の容易な鉱脈は掘り尽くしてしまっているため、工業は1952年をピークに衰退を続けており、市当局は、 観光や農業、文化活動等の振興に力を入れている。人口も減少が続いており、2001年国勢調査では2万363人。これは1996年比4.6%減少、1991年比14.7%の減少である。なおこのうち自身を先住民、インディジェナスオリジンと認識している人口は1年2039人。 総人口の5.1%で、1996年比34.6%増加、1991年比134.5%の増加となっている。州都シドニーから約 1160km 離れていることもあり、経済的には南西 500km 余りに位置するアデレードとの結びつきが強く、時間帯も南オーストラリア州と同じを使用している。 西のオアシス、オアシス・オブ・ザ・ウエスト、銀の町、シルバーシティ、アウトバックのと、キャピタル・オブ・ザ・ウトバックといった愛称がある。現在のブロークンヒル周辺は少なくとも4万5千年以上、前から、アボリジニ・にウィリアカリ族が居住していたとされるが、その詳細は明らかになっていない。ヨーロッパ人として最初に訪れたのは、チャールズ・スターと一行で、1844年に、 この地を訪れた際、スタートは日記にこの地をブロークンヒルと記した。ブロークンヒルの建設が宣言されたのは銀などの掘削が始まった1885年のことである。1883年ニューサウスウェールズ州の宗教警備隊であったチャールズ・ラスプは鈴と思われる金属片を発見し、後にこれは銀と鉛と判明し、さらなる調査の結果、1885年、 周辺には高品位の銀、亜鉛、鉛を含む交渉が広がっていることが明らかになった。同年、チンジケ統トオブセブンと呼ばれる7人により、BHPW ブロークンヒルプリプライアテリカンパニーが設立され、鉱物の掘削が本格的に開始された。なお後に、BHP は世界最大の工業会社、BHP ビリトンに成長する。 豊かな鉱物資源を背景にブロークンヒルの人口は1891年には2万1000人に膨れ上がった。しかしアウトバックの真っ只中に位置する、この町にこれだけの人口を支えるのに十分な水や食料は供給され、生活水準は極めて低かったとされる。精錬所からの窒素酸化物や粉塵による大気汚染も進んだ。行動や精廉所建設のため、 わずかにあった木々も伐採されてしまい、砂嵐がひどくなったという。1888年には、ーチフスが流行し、128人の死亡が確認されている。労働環境も劣悪で、1894年から1913年までの20年間に、事故で死亡した甲府の数は360人に上った。このような中1889年には、 労働者による大規模なストライキが記録されており、以後労働組合の活動の中心地ともなっていく。1889年には鉄道による水の運搬が始まり、1892年にはスティーブンスクリークため池、スティーブンスクリークレザーベ王が建設され、水の供給はある程度安定した。1898年には静錬所が、 南オーストラリア州のポートピリーに移され、郊外問題も収束に向かった。1890年代後半には、学校や市役所、郵便局なども整備され、都市としての定裁を整えた。時期が前後するが、ブロークンヒルが独立した自治体を宣言したのは1888年、州宣言したのは1907年のことである。労働組合の活動としては、バリアの真実。 バリア・トゥルースの創刊、1898年や商業ホール、トレーズホール建設、1905年春行が挙げられる。前者は後に、労働組合が発行する新聞としては、英語圏で初めてとなる日刊誌、日刊バリアの真実に発展し、後者はオーストラリアで初めての労働組合が所有する建物とな。1923年には、地域の18の 労働組合が合併して、バリア工業協議会、ザバリアインダストリアルカウンシルが設立され、以後労働環境や雇用条件の改善が急速に進んだという。なお1900年代後半から1930年代にかけて、ブロークンヒルの人口は2万7000人程度であった。第一次世界大戦中の1915年、二人のトルコ人、 トルコからの移民がオーストラリアに宣戦線復刻し、列車に向かって発砲し3人を殺害、2人は近くのコテージに逃げ込みさらに1人を殺害する事件、起きた。司法長官のヒューズはこの出来事から、敵国の外国人収容の必要性に言及し、実際に、後の第二次世界大戦では、これが実行される。1940年。 ブロークンヒルの工業を黎明期から支えてきた BHP がブロークンヒルから撤退する。経済的な交渉を掘り尽くしたことや労働条件改善による採算性の低下が原因とされている。しかしこの後も最大14社が採掘を続け、1952年のピーク時には工業に直接関わる労働者が6500人にも達した。また人口も この時期には3万人前後となっている。同じく1952年には、ベニンディー湖、ベニンデレイクスから 109km のパイプラインが建設され水問題が解決された。1988年ブロークンヒルの工業会社が合併し、パスミンコ、パスミンコを設立、ブロークンヒルで工業を続ける唯一の会社となった。2003年にブロークンヒル鉱山は、 ペリルやパーリアに売却され、引き続き採掘が行われている。ニューサウスウェールズ州西端のバリア山脈、バリアレインジェス内の盆地に位置し、市内は外しで平坦である。面積は6 4トル、市の中心部にあるパットン通り、パットンストリート気象台の標高は抜け3 1 5 0ル、位置は南位31.9759。 統計141.4676である。南オーストラリア州の宗教までは4 8トルしかない。最も近い河川は、市の北東部を北西から南東へ流れるスティーブンスクリークであるが、干ばつ時には蒸発してしまう。周辺の広大な面積14万キロメートル以上、日本の面積の4割弱のアウトバック地域は中央ラーリング群。 セントラルダーリング市での管轄である。なおこの地域、の人口は約4000人である。ブロークンヒルは、ステップ気候であり、外して降水量は少なく、寒暖の差が激しい。平均降水量は少ないが、時として豪雨に見舞われることもあり、その一方で数ヶ月間全く雨が降らないこともある。この地域で、最も一般的な自然災害は砂嵐である。 地方の平均、記録、パットン通り気象台のデータ、1889年から2004年、鉱物資源の輸送に多大な貢献をしてきたのは鉄道である。1888年には、アデレードからの狂気鉄道が早くも、ブロークンヒルに達した。当初は、南オーストラリア収集率鉄道として、計画されたが、ニューサウスウェールズ州の反対により、宗教から東側は、 私鉄シルバートントラムウェイ、シルバートントラムウェイとして建設された。シドニーからの標準機鉄道がこの町に達したのは1927年のことであった。ブロークンヒルからポートピリーまでの区間は最後まで狂気区間として残っていたが、1969年に改めきされ、シドニーからパウスまでの大陸横断鉄道が標準機に統一された。 現在長距離旅客列車としては、シドニーからパースに向かうインディアンパシフィックが週に往復運行されている。週内の旅客列車は、シドニーからブロークンヒルに向かう、ブロークンヒルアウトバックエクスプローラー、ブロークンヒルアウトバックエクスプローラーが週一、往復運行されている。道路交通に目を向けると、ブロークンヒルはバリアハイウェイ、バリアハイウェイ、国道32号線と、 シルバーシティハイウェイ、シルバーシティハイウェイ、国道79号線の交点となっており、アデレードからの長距離バスが週4便運行されている。また市内には4系統のバス路線があり、いずれもラッシュ時は30分間隔、昼間時は2時間間隔で運行されている。周辺観光地へのツアーも多い。ブロークンヒル空港は、中心部からートルに位置し、シドニー、 アデレード、エン、ダボから定期便がある。衰退したとはいえ工業はこの町にとって今も重要な産業であることに変わりはない。現在700人弱が直接工業に従事しており、年産240万トンの鉱石を採掘している。また、観光産業も工業に関連するものが多い。周辺の中央ダーリング群では200万トンとも、 いわれるメリノ種の羊が飼育されており、ブロークンヒルは牧羊産業の中心地でもある。羊毛を利用した繊維工業も立地している。その他ロイヤルフライングドクターサービスやスクールオブジェアの基地なども置かれており、アウトバックの生活を支える重要な拠点となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。